はい、名古屋ライダー2です。今日はね、ちょっと快晴というわけではないんですが、それでも日の光は見えています。家を出た時はパラパラっと雨が降ってきたんでどうしようかなと思いましたが、まあ多分大丈夫だと思いますので、今日もボルトツーリングに出かけています。今日はちょっと遠くに出かけようと思いまして、世界遺産岐阜の白川村合掌造りですねを見に行きたいと思ってます。ちょっとさすがに遠いので、東海北陸道を使って行きます。はい、ハイウェイオアシス川島に行ってきました。まあ、特に何もせず休憩だけだったんですが、ここから白鳥に向かう、白鳥じゃないな、どこで降りるんだろう、わかんないけど、白川村に向けて、東海北陸道を北上していきます。天気がえらい悪くなってきてね、さっき雨もパラパラ来てたんですが、今天気予報を見ると白川村は晴れらしいです。本当かなと思うんですが、はい、ここから昭和インターもうすぐ着きますんで、そこで一旦というか一旦じゃなくてそこで降ります。そこから下道で白川村まで40キロ弱。しまった、まっすぐ来ちゃった。もういいや、白川郷で降りよう。いやー、間違えた。ちょっとぼーっとしとったね。170円。はい、白川郷行って
てきました。結構良かったですね。いやー、さすが世界遺産ですね。良かったです。雨？ちょっと勘弁してよ。恐ろしいな、ここ。よく考えたら、ヒルガノ高原サービスエリアでアイスクリームを売って漬物を買って、あとはもう帰るだけです。楽しい一日でした。初めての白川郷はね、本当に天気も良くって最高でしたね。またもう一回来てもいいかなって思わせるぐらいの感じでした。はい、また来週以降ね、いろんなところに行きたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。安全運転で行きます。